隋願ねい寺は、兵庫県姫路市にある、天台宗の寺院である。三号は松井山。本尊は、薬師如来。姫路市街北方に位置する、松井山西南の山間にある。晩州松井山隋願ねい寺周期初秋の辞伝によれば、馬屋と王子が、高来像のエビンに明治回帰した、増井寺が前身であり、後に、行維によって中興されたという。周期によれば、当初は、 宝生修寺院であったが、浄和元年、人名天皇の命により天台修寺院となり、過剰二年、隋願い寺の事後を与えられたと伝え、後には、針間天台六山の一つに数えられるようになった。修期は、歌法王、白川法王などの行行、平野清盛による、伽乱修造、源頼朝による一切行法能などの自責を伝えるが、他に資料がなく、 中世以前の寺師については伝承の意見を出ない。十七大調理の小学坊同随は、学僧として知られ、多くの著作がある。中世末期には、多くの首都を抱え、多数の坊者が立ち並ぶ、大事委員であったが、天正元年に、三木の別所長春に攻められ全山消失。実相はよそに避難していたが、天正十四年旧地に再興された。今の本堂は、 漢文六年姫路藩主、坂木原忠二によって再建されたものであり、道内には、かの単優作の天井画が残っている。2014年8月、小寺旧夢の聡明へ、全喜びが刻まれた、供養塔が地蔵院跡地から見つかった JR、姫路駅北口より、新規バスに乗車、白国停留所下車、北へ、約350メートル。本堂へは、さらに、 約800メートル登山。JR の里駅より徒歩約13分。兵庫県道518号徒歩り本町線より、随願寺入口交差点期待すぐ。ありがとうございます。